皆さんこんばんは。今日は2022年7月18日月曜日です。今日のテーマは、中国では住宅ローンの支払いを拒否する人が多くなってきて、一部は未完成住宅であって、つまり買って建築してくれません。そうすると、ローンの支払いをやめますと宣言しました。一部の方は収入が減ったり、 失業になったり、住宅ローンの支払いはしたいんです。でもできないんです。そういう方もいらっしゃいます。米国にあるサブプライム住宅ローン危機というものがあります。2007年前後に起きましたが、それから銀行が破綻しました。リーマンショックだと呼ばれています。中国にも起きるではないかと思います。なので、この動画では中国と米国 比べて見て見いいいきたいと思います中国の不動産、開発、企業、ランキング100社があります。この1年間ですね、28社、返済不利口、つまりデフォルトですね、なったり、あるいは債務が満期となって、返済はできませんと、お客さんと交渉して、返済の期間を、期限を伸ばしてもらっています。今年の後半から、 来年いっぱいにかけてもっと多くの企業は大変となってきます。なぜなら不動産の販売状態が良くないからです。高大不動産は中国不動産業界の代表です。先月のデータですが、高大不動産、現在建設している団地の工事、半分以上が工事中止となっています。高大不動産というのは全国で現在 建設している最中国政府はこの1年間何もしていません。不動産企業は悲鳴を上げても無視。最後、建設の工事はできなくなってきました。米国の専門家、経済学者が心配しました。中国政府は何もしませんと。これでリーマンショックと同じ状況になるのではないかと分析されています。 中国の金融事情、そして不動産事情の流れについて少し紹介したいと思います。中国政府、この数年間、おかしいなことはたくさんやってきました。例えば、P2P というものです。イギリスの発祥であって、多くの方からお金を集めるんです。みんなお小遣い出してもらって、これで大金となりますので、これでベンチャー企業に投資をすることです。若い子の夢を 実現させましょうと。中国に流れてきて、シェアリングエコノミーとなってきました。しかし、イギリスは完全です。やはり法律は完璧ですので、みんなお金を一つのところに入れます。そこから借りたい人は借ります。この会社自体は仲介人として紹介はします。ベンチャー企業を投資家に紹介します。ベンチャー企業の社長さん。 履歴などなどを紹介します。そして評価もします。レベルによって利息は違ってきます。評価の高い、レベルは高い。そうすると信用性は高いです。利息は安いんです。信用性はあまり良くないんです。リスクは高いんです。でも利息は高いんです。システムが自動的に投資先を組むこともありますし、投資家は自分で決めることもできます。 この投資するシステム流れはイギリスの発明ではあります。リー総理はこれがとても良いと評価して、我々はインターネット金融を推進しました。しかし推進して政府として行政、法律、管理などなどはしていませんでした。最後、P2P という市場に超限の単位となってきました。そうするとですね、 ポンジスキームっていうものが出てきました。つまり、資金を集めて、私は資産運用して、利益をみんなに分配しますねと。でも、これがですね、嘘です。なぜなら、流れてくる資金はどんどん多くなってきて、資産運用せずに、後から参加してくる投資家のお金をですね、集めて、前の投資家に利益として分配していく。当然ですが、資産運用しませんので、最後、 ダメとなってしまいます。システムが崩壊です。イギリスでは市場、あるいはこの業界が成長していく。管理、と法律も進化していくと。主な法律は P2P の会社は投資家のお金に触れないことです。そうすると社長はですね、このお金を持って逃げることはないんです。あくまでも仲介人です。しかし中国の企業はそういうような 法律もありませんので、お金はどんどん流れてきます。IT 企業の社長さんは多くてで,ですね、大金見たことがないんですよ。そうすると、自分は金融業でもありませんし、経験もありませんし、数千元のものはお金ですね、流れてきて、みんなもう本当にも怒れて、最後はお金を持って逃げます。政府はこれを見て、ダメよねと判断されて、この業界をダメにしました。 自称リスク管理と言います。でも、真実はですね、自分の責任なん,でなんですよ。推進したのは政府であり、そして、この業界を潰したのも政府です。まあ、結果ですね、数百万人、千万人単位ですね、投資したお金はなくなったんですよ。も私も中の一人ではありますが、でも安いんです。100元です。2000円もいかないんですね。当時は1500円でした。試して、 入れてみたんです。もう無理ですね。みんな同じです、多分中部では。今までは郊外でした。それを市内にしましょうと。近くにある農村部を郊外にしましょうと。つまり都市が拡大とします。人も集まってきますし。当然ですが、インフラ建設も必要となってきます。例えば学校もそうですし、バス停もそうですし、道路もそうですし、 鉄道の駅もそうですしあ、緑公園とかも必要です。インフラ建設をするのは本来は政府の責任なんですよ。でも中国政府はお金を出したくないんです。そうすると土地の量をコントロールにして不動産の価格を高騰するようにしました。不動産の価格は高騰して土地を売る政府にとってはやはり嬉しいんですよ。そして取引するたびに 税金もどんどん入ってきますし、嬉しいんです。ここで、中国の特別な銀行が登場しました。国家開発銀行と言います。貧困地域を改造するプロジェクトを立ち上げました。田舎農村部の不動産を改造にしようと、平屋をなくしてマウチにしましょうと、地方の不動産の価格も高騰するようになってきました。つまり、中国の大東海とは、 北京、上海、広州、深圳は不動産市場においてほんの少しだけなんですよ。不動産の中心、不動産市場の中心というのは目立たない都市ではあります。例えば、三仙都市と言いますが、昆明、ハルビン、長春などなどです。それから四仙の都市も多いんですが、もっと多いんです。まあ、ここはですね、日本の方は行かないでしょうし、外国人も行かないと思います。 そこには、あの、星付きのホテルもないぐらいなんですよ。中国政府は、く先だけで、不動産の価格を安くしましょうとしたいですと言います。原因としては、社会の不満の声が、やはり大きいからなんです。でも、政府は、政策として何もなかったんです。対策もなかったんです。結果としては、中国の不動産企業は、どんどん成長します。でも、資産はないんですよ。借金が多いんです。 中国政府はお金を流れないように銀行に指示して不動産企業にお金を貸さないようにしました。そうすると不動産企業は潰れるのは時間の問題です。そしてこの2年、3年間ぐらいですがコロナの影響もあって不動産は本当に売れません。特にオフィスビルもそうですしテナントもそうですし店舗もそうですし中国政府は p2p 産業、企業を潰すように不動産企業に手を出しました。常識的に考えると、不動産企業は潰れると、つまりお金がなくなってくると、建設中の工事はできなくなるのは普通なんですよ。でも、中国政府はそれを無視しました。原因がありますので、中国政府には自信があります。国民は不満、あるいは抗議をしても、 p2p で当時は練習しました。多くの方はピッキーに行こうとしました。途中で止められたり、ホテルで止められたり、教育を受けて最後ですね。みんな諦めました。多くの方は諦めました。今回、中国政府は縮まります。未完成物件を買った方は講義をしても対応はできると。多くの方は今まで 抗議をしてきました。政府はずーっと無視してきました。仕方ないので未完成物件でも済むようになってきました。しかし、先週、軽特地のオーナーさんたちはみんな集まって一つとなって集まって抗議をしても対応してくれませんでした。そこでみんなはもう返済しませんと宣言しました。ここでみんなわかってきました。 みんなで返済しないと銀行は困りますし政府も困ります。まあ、去年中国には単品という言葉が出てきました。えー、熱相米利息あるいは横たわるそういうふうに言います。つまり横になってもうどうでもいいわという人間は多くなってきました。流れとしては消費者が被害者となりました。でも住宅ローンの返済はしないといけませんでした。やはり 自分の信用が大事ですので、ブラックリストに載せられるとあまり良くないんです。そうすると未完成の物件に、まあ、そういう住宅ローンの返済はし続けてきました。まあ、銀行としては不動産企業と手を組んで建設に使用されるお金の換算はしませんので、これも悪いことをしましたという意味です。でも銀行はやはり大丈夫です。裏に政府が 守ってくれますので不動産開発企業としては、自分はお金がなくなってきました。まあ、大変です。そこでは逃げるか、横たわるかですね。多くの小規模の不動産企業の社長さんは海外に行きました。まあ、企業はもうないんですよ。みんな逃げました。広大不動産のような規模となってくると、社長は売れるものはもう売りましたし、今はもうどうしようもできないんです。 お金はありませんし、もうどうぞということなんですよ。もう寝てます。政府として、やはり手に武器、あるいは棒を持っていますので、大きい声で叫ぶ人、抗議にしてくる人を叩くんですよ。この中で一番弱いのは消費者であり、やはり自分の信用を気にしていたんです。これは中国の人民銀行の政策ではあります。ブラックリストに載せられると、 本当に怖いんです。高速列車、新幹線。やはり飛行機とか乗ることはできませんので大変不便です。それから星付きのホテルに泊まることもできません。旅館とかでしたらいいんですが。それから高級レストランもダメですよと。ゴルフ場もダメです。テニスも行けません。不動産の購入はもうできません。営業許可書の申請もダメです。つまり商売はやってはいけません。マイカーもダメなんですよ。 それから、子供の私立の学校もダメです。でも、これでよく考えると、生活はできなくなったのに、子供を私立の学校に行かすはないでしょうと思いますし、高級レッストラン行くかと思いますけれども、ゴルフはそもそも行かないですし、なので、あんまりね、どうかなと思いますが。まあ、去年ですね、ブラックリストに載せられた方は、134万人増加しました。 そして、去年の2021年4月までですね、今は数字はありませんが、2021年の4月まで、ブラックリストに載せられた方は合計2000万人を超えているというふうに聞いております。つまり、大事なブラックリストであって、このことを気にするから、中国政府と中国銀行はやはり強いんですよ。みんなのことを牽制することはできます。国民のことですね。 しかし現在みんなもう気にしませんと宣言しました。我々は今まで何とかは我慢してきました。しかしこの2年間失業の方、あるいは収入は減る方、まだ不動産の価格も下落してきました。みんなここでもう返済しませんと宣言しました。みんな返済しないと銀行の不良債権は増えます。まあ、結果は 金融危機が起きてしまいます。金融危機が起きてしまうと中国政府は破綻するかもしれません。なぜなら中国の社会主義というものが崩壊するとなってしまうんですよ。ここで中国政府は対応しないと金融危機は絶対に起きてしまいます。ここまで米国のサブプライム住宅ローンの危機に似ているというふうに判断はできます。 でも少しは内容は違います。米国のサブプライム住宅ローンの危機についてですが、米国の住宅不動産市場には3つのレベルがあります。簡単に言えば、優秀のお客さん、普通のお客さん、リスクの少しあるお客さん。なので、お客さんによって住宅ローンのリスクは違ってきます。リスクのあるお客さんとは、やはり収入は少し不安定です。 多くの方は税金は免税です。やはり収入は少ないんです。それから今まで住宅ローンの申請をしてもなかなか審査には通りません。しかし1997年、米国の不動産市場は活発してきました。多くの家庭はマイホームを買おうとしました。優秀のお客さんはみんな狙っていきますので、銀行は競争して、 いいお客さんにはお金を貸したいです。ここでいいお客さんは一気に減りました。最後ですね、リスクのお客さんに対してやはり、まあ、手を出しました。どうぞとお客、あの、お金いりませんかと推奨していきます。でも大丈夫でした。なぜなら不動産の価格は上昇しますし安心できます。銀行のマネージャーさんも業績も大事ですしお金を貸したいんですよ。でもお客さんは し、やはりリスクあるので、あの、やはりお金はありません。そうすると、お金っていうのは頭気もないですね。そうすると、銀行は大丈夫ですよと、銀行は頭気まで出しますから、でも利息は少し高いんです。リスクはありますが、でも利益はあります。利息は高い分です。約7%ぐらい利息は高いんです。 このようなリスクのあるお客さんに対してお金はいりませんかと推奨していてお金を貸しました。住宅ローンの審査を通しました。このようなお客さんは、えー、米国の全部の住宅ローンの市場の7%か8%くらいしかいませんので、つまりそんなにすごいことでもないんです。あまり問題はないように思いますが。 まあ、それから、不動産市場の価格ですね、上昇していきます。でも、お客さんの収入はやはり不安定ですあ。多かったり、少なかったりします。あるいはなかったりします。ただし、ここではやはり、長期間の中毒論の返済は難しいと思われてしまいます。でも、やり方がありますので、まあ、同時に2件とか、すごい方は3件も買ってしまうんですよ。つまり、自分で住むよと投資よ、 まあ、賃貸に出すっていうことです。何とかしてギリギリでローンの返済をしてきました。でもみんな頑張って我慢しました。なぜなら不動産の価格は上昇していきます。まあ、2年後ですね、うちの1件は売ればいいんですよ。売って利益は絶対出ますので、1件の住宅ローンの返済は完全にこれでできますし、利益は出た分、自分が住んでいる家に 入れることも可能ですし、あとは生活費に、えーまあ、入れることも可能ですし、当てることも可能ですし。だから問題はなかったんです。まあ、しかし、その流れとしては、あるいは基礎というのは、不動産の価格は上昇し続けることが大事です。それから1997年から2006年、アメリカの不動産はですね、124%上昇しました。 つまり当時ですね、みんなハッピーです。でも2006年から不動産の価格は下がり始めました。手元に2件も3件も持っている方にとっては大変なんです。返済は一瞬でできなくなってしまうんです。今まで不動産の売買の繰り返しで儲かできましたが、今はもうとてもありえないです。負担です。返済はできませんと。 不動産の価格が下落すると、みんな一瞬で住宅ローンの返済をやめたんです。担保の不動産を銀行にあげると言いますが、どうぞと言います。頭金も払っていませんし、損失はそんなにはないんですね。まあ、勝ってから住宅のローンの返済はしましたので、その分はお金は損失しますが。しかし、それでも本来は問題はないはずなんです。 やはり不動産市場の7%あるいは8%しか占めていなかったので安全なものではあるというふうに思います。少しも影響あってもそこまでショック金融危機とはならないでしょうと思います。でも問題なのは米国の金融業のゲームではあります。1990年代になってくるとアメリカは金融業た,たくさん本当に発達してきました。金融商品というものは とても多くなってきました。リスクの高い金融商品、それかリスク少ない金融商品、全部無茶苦茶にして、合わせて梱包して、綺麗な金融商品にします。なので、蓋を開けないと分かりませんが、でも開けても分からないです。無茶苦茶すぎるんですよ。このような金融商品がどん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 多くなってきて、最後、どのくらいの量は分かりません。もうとんでもない量になってきました。 最後ですね、すべての金融商品には、このようなリスクの高い金融商品ですね、もの商品を入れてもらって入れてしまったんです。最後、世界金融危機が起きてしまいましたね。それがアメリカの場合ではありましたが、当時はやはりタコさんの金融商品は危機はないはずなんです。普通の金融商品でしたが、でもすぐにダメとなってしまいました。やはり中には不安定なもの、リスクのあるもの、 入っているというふうに言われていました。金融危機、まあ、金融機構にすれば、リスクの高い商品は買っていませんので、でも問題が起きると、やはりすぐに破綻してしまいます。中には、まあ、リーマンという会社も入っていますが。サブサプライ住宅ローンの危機の問題点としては、住宅ローンの返済をやめたんですね、みんな。そして担保したものはもういりませんということが大事です。これで、 このゲームは終了してしまいました。つまり、米国のサブプライム住宅ローンの危機は中国にも起きるでしょうと判断はできます。でも、米国は金融商品で危機を拡大しました。中国はそこまでの影響力はないかもしれません。でも、アメリカより中国はまだ怖いものはありますので。今まで中国の政府はやはり上です。国民は 下です。今回はみんな気づいて、我々みんな一つとなって返済しませんと宣言すると、政府は本当に焦ってしまいます。そして銀行は一番弱いんです。お金はなくなりますし、担保された物件は未完成の物件であって、価値はないんですよ。現在、機種、広大不動産の下請けの企業であって、工事をする企業は発言されました。 我々は工事を優先してきました。工大不動産をまあ支持して、あるいは応援してきました。我々は工事を守るために、最小期の工事車両以外、トラックとか自動車を全部売りました。売って農民庫に給料を支払っていました。工事を早く終わらせて、工大不動産からお金を受け取って、原材料のメーカーに、あるいは 協力会社にお金を支払っていこうと。しかし、公大不動産は支払うことはもうできないでしょうと我々は判断しました。我々は工事を守ってやってきました。でも我々は最高は倒産してしまいました。政府も何も対応してくれません。現在我々は銀行から借りたお金に対して返済しませんと宣言します。公大不動産はお金をくれたら 我々は返済します。恒大不動産はお金をくれないと返済は無理です。我々は全ての資産を入れました。原材料を調達して、機種恒大不動産に支援してきました。でも工事が進めていく。お金はですね、まあ、支払ってくれません。我々も仕方はありません。まあ、本来であれば、工事会社ですね、少しずつ工事していくんですよ。 工事していく、広大不動産は監督ですので、その工事を見ていきます。チェックしていきます。合格しましたら、お金を支払っていくんです。少しずつ支払っていきます。このルールは守っていないんです。広大不動産の本部、違法な方法で60億元を乱用しました。そういうふうに発表されました。現在、我々はもう工事しませんと。でも、お金はくれたら工事はしますよ。そういうふうに言っています。つまり、 工事会社、広大不動産の下にある下請けの会社ですね、会社ですが、あの横になって寝ましたね。これから不動産は下落するとですね、みんな返済しませんと宣言するでしょうし、あるいは不動産のものは商品が悪いと、そこで我々はもう返済しませんと宣言することもできますし、でも条件としては人が多いことです。なので、中古人はこれで分かってきました。 これは非常に私はいいと思います。それから内部の情報ですが、米国はかなり警戒しています。ゴールドマン・サックスのアドバイスとしては、頭金を消費者に返しましょうかと、そうすると収まりますよというふうなアドバイスはありました。これについて私は無理ですよねというふうに思います。中国政府はそのことをしませんよ。 そもそも不動産は建設していくと、これはすごい難しいことでもないんですよ。中国の政府にとっては難しくはないんです。なぜなら、お金は第三世界、第四世界の国に支援するとか、あいっぱいお金はかかります。シルクロードもそうですが、戦闘機もそうですし、宇宙の開発とかもそうですし、空母もそうですし、することはできます。でも国民に対してそういう あの、未完成の住宅、その責任は取ってくれないんですよ。なので、これは本来はおかしいというふうに思います。ただし、これから一番の問題としては、中国政府なんです。中国政府というのは、本当に頑固なんですよ。特に習近平です。まあ、中国政府としては、やはり国民に牽制してほしくないんです。まあ、牽制されたくないんですね。一回でも自分が脱狂してしまうと、まあ、これから、 妥協し続けていくと。そうすると、中国は民主的な国家になってしまうんですよ。これは国民は嬉しいんですよ。でも、中国政府にとってはこれはいけません。そういうようなイメージですね。そして、今までは何も対応してくれませんでした。それでも大丈夫でした。しかし、これからはまともに対応しないと、銀行が潰れてしまいますし、政府も危ないです。 そういう時代となってきました。これは史上初なんですよ。中国政府はここまで自分の目の前にそういう危機出てきましたというのは今までには絶対なかったんですね。天安門事件でもなかったんです。なので今回はどうするでしょうかこれをですね、社会的な問題となるでしょうし、あるいは本当に金融危機が起きてしまう可能性もありますし、なので細かくですね、見てまだ皆さんに報告したいと思います。 この動画はここまで,でしたと思います。最後、次のボタンをお願いいたします。ありがとうございました。